蹴るからこれ、最初が縮まってるとこのモーションが大きくなる。だから構えが腰に蹴ってこういう構えの人は蹴るときにこのまま蹴れないから一回伸ばして蹴るなんて、最初から右を蹴ろうと思って最初から伸ばしてと狙うんだよね。最初からこう伸ばしておくとそんなに伸び通すなくってここさえ伸ばしたらすぐこの足上がってくるから、最初これ緩める。ここも最初から意識して普通にこう構えてたら1、これを指の下を伸ばす、伸ばしておくとすぐここ硬い人はこのストレッチをしっかりして、ちょっと待ってね、捉えられました。蹴れないですよね、縮まってると蹴れないから一回伸ばさないと蹴れないから、これが 1、2、1、これが大きくなる。あ、早い早い、赤ちゃん、どうだ、全然違う。ピーンとゴムが張ってる状態も作ってるから、ゴムが伸びてたらパッて縮まったらパッて縮みますよ。筋肉ゴムと思ってゴムで伸ばしておいてから、ね、バリ腰前に出る。あ、すいません、どうぞ。いや、やっぱ全然違うから、全然すごい、ちょっと体幹を最後に使うのを伸びますよ、最初から。いや、もう全然、もう全然伸びます。読まれるフィット持つ方も相手も一回縮んでるからこのモーションが分かるんで、タックからすぐ、あ、すねバリ硬いですね。そうですね、ここを早くコメント絶対入れる、コメント絶対入れる。止まりすぐ手動き出したらすぐ蹴ってすぐ早い蹴りのコツです。はい、ここで一回もう一度やりますよね。その後にこの後に今の使います。ワンツーフックからキックやめて、ワンパンパンフックやったら、フックの時になぜか足がこっち入らないとフック打てないですよね。フックの後に踏み込むと同時にステップする。これパンチと蹴りのつなぎね、一番大事。パンチやパンチ終わって踏み込みますので遅いので、パンチの後だからフックをパッとなるべけだけ速く強く、ただこの反動でさん。スローモーションでお願いします。ワン、ツー、フック、あとは蹴りはみんなできるから、パンチ、フックから緑だけど、フックで足中に入れますね。フックは打ちたい方向に左入れます。これ手打ちなんですね。フックは横に打ちたいから足も横に向けてフック、だからこの足戻さないとこのまま蹴れないよ絶対。フック、逆にやってくれてるんですよ。左、ワンツーからいけるかな、みんなね。ワンツーフック、ストレートフックでしょうか。ストレートフックステップ、ゆっくりやます。ストレート打ちます。フック、こっち、そうそう、今足もこっちね、腰もこっちです。このまま蹴れないよね、だからパッとこっちに強く入れて、あとは一緒、さっきまでと同じ蹴り方、パッパン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 ね、ストレートフック、ナイス、出ちゃった。うん、OK です。ギリギリまで待っておいて、こうやって待っておいて蹴る瞬間に振ることによって肩甲骨と胸椎が同時に使って強い回線が入るので、先に手を入れないです。で今も手を残しておきます。残しておく。ここでこう下がってるともう手を使ってることになるので、ここから蹴るときにちょっとしか使えない。まずできる限り自分の体で骨盤を引き上げていきましょう。まずそれが最初にやること、最初にそこ
ンツーワンツー、体重前に乗ってます。体重移動右に、右乗りに行きます、うん、で、軸を取ったら先と蹴り方にしたい。まっすぐのままワンツーキックじゃないです。軸は大事だけど、軸残したままだと体重の移動ができないんです。今やりたいのは軸の移動をね、軸の移動、軸の移動かわいい、こうじゃないかわいい、しっかりワンツーはもうやってますね。ワンツーはしっかり左足と股関節、股関節ここでしっかり乗ってツーを打つ。今度は右の股関節乗りに行く。そっか、足というよりもこの股関節周り意識しましょうね。そしたら体幹しっかり連動できるので、左足乗ってワンツーを打つ、ここね。そしたらここから今度こっちに切り替える。それがパンチと系の切り替えですよ。ずっと乗ったらまだ蹴れないですね。乗る乗る、だからこそ最初にやってるこの骨盤のバランスの、このバランス、座ってやりますよ。骨盤のこのバランスの移動とか、この安定が大事。左右というのをやってみましょう。ゆっくりね、前確認します。構えましょう。ワンツー。で、もうこの時点でずれてる人は次のままがずれますよ。で、この振り幅が大きくなるから動きが大きくなります。できるだけコンパクトでワンツーしっかり乗りに行く。一気にパッと右に乗る。そこで軸足しっかり乗ってます。今左足上げても頭の位置変わらないですよ。そこから蹴る。はい。もう一回ワンツー。バンバンとしっかり左に乗りに行きます。かかと上がってますよ。ここね。今右の足上げてもバランス取れてるはずです、ね、スイッチで右軸、左足上げてもバランス取れてます。そこからさっきやったみたいに脇腹対岸からバンしっかり踏む。ちょっとスピード上げますね。いきます。はい、バンバンバンね、ツー、まだ慣れるまでワンツーで、ワンツー止まってから戻りに行ってもいいけど、慣れればワンツー2の引きでスイッチができるんです。2の引き、慣れるまではワンツーしか乗って乗る。この練習、体重は左に乗る、右に乗る、蹴る、パンチと蹴る分けてるんです。慣れてきたらワンツースイッチ引く、でパンチと蹴るつなぎ、つないでくれてるのはここね、体幹部分でしっかりつないでくれてるのと、軸の移動、重心の移動でパンチと蹴りがつながるんで、この移動ね、2ラウンド、今最初はゆっくり乗る、ボル、蹴る、出ましょう。2ラウンド目はパンチと蹴りをできるだけ早くつなぐ練習をしましょう。右足、両膝、足持ってるから離します。まずね、左右に体を振って自分のね、軸を探す。真ん中、真ん中を通ったら右に行く。右から真ん中の左、
で、こっちに打ったら手の重みで倒れますよね、絶対ね。だから右に乗ろうとしたら、手はこっちに振れる。つまりこれが蹴りと、もうかなってます、輪にかなってるね。こっちに上半身振って、足が右に入ると、蹴りと同じ。バランスは取るのも、この意味合い、ね、左の軸に乗ったら、手は自然に右に振ると、バランスが取れます。左に振ってみてください、こっち。取れないね、バランスね。だから蹴るときに手を振る、手を振る。こっちに、こっちの上半身と下半身の逆の回転によってバランスが取れるから、こういう動き。反対右軸。そう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 。それじゃあだんだん剣に近づけていきます。これがキックですよというフォーム。うん、右軸で、そうです。しっかり軸が取れたら蹴る。うん、ラスト左軸。うん、OK です。はい。